今回はアクセサリー電源の取り方についてご説明させていただきます。2019年7月以降の新型車では電源回路が一部変更となっており、 ACC ヒューズには常時電源がかかっているのでアクセサリー電源を取ることはできません。その理由は、 ACC ヒューズからアクセサリー電源を取ると接続したツールより車両側に電流が流れる場合があり、車両の電源制御に問題が生じる恐れがあります。それを防ぐためにACC リレーよりも電源側にヒューズを配置したからです。アクセサリー電源を取りたいときは ACC ヒューズからではなく、アクセサリーソケットの裏側配線に接続してください。作業をする前には必ずテスターで確認をお願いします。